皆さんこんにちは、星の子です。今日は2019年の上半期に買ってよかった美容家電を紹介したいと思います。それでは早速スタート。私の中で、本当に最近これは欠かせないなって思う美容家電3つだけ紹介したいと思います。まず1つ目、今回タイアップさせていただいているフォレオのルナ2。こちらはね、他の YouTuber さんも紹介していて私も気になってたんですよ。そしたらなんと今回タイアップさせていただくってことで数ヶ月間こちら使いました。皆さん普段からディープクレンジングってしてますか？特にね、こういう暑い時期は汗とか角質とか細菌がね肌に溜まりやすくなるような時期だと思うんですけど、そこでまあ普段の洗顔とかクレンジングである程度の汚れはしっかりと落ちると思うんだけど、ディープクレンジングのようなスペシャルケアをしてあげることでよりこうお肌の再生を良くして、スキンケアもお肌に届きやすくなって、こう若々しい肌でいられるようになるらしいんですよ。で、私お肌に悩みだらけだった時にクリニック、美容クリニックでまず言われたのは、まあ食事改善とか睡眠不足とかね、まあいろいろ原因はあったと思うんだけど、まず一番にクレンジングと洗顔を見直してしっかりとやってくださいって、綺麗に保つことをまずしてくださいって言われたんですよ。通い始めた初期はまずそこからだって言われて、その時にあ、洗顔とかね、クレンジング、お肌を綺麗にするってことはそれぐらい大事なことなんだっていうのをそこで学んだことがあります。じゃあね、そのディープクレンジングってどうやってやるのっていろいろ調べたんですけど、まあいざね、なんかやるとなると結構めんどくさいなと思って、例えばまあ温かいフェイスタオルで毛穴を開いてあげて、その後に洗顔してパックするとかね、まあ、時間がないとできないことですよね。そのめんどくさいディープクレンジングをこのルナ2でできるっていうものですで、それだけじゃなくて、これはね、エイジングケアもできるんですよ。シワのとこね、こうやって気になるとこをマッサージしたりとかもできるっていうものになってます。で、このヘッドの部分、こうシリコンのすごい柔らかい気持ちいい、これ洗顔でくる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 マッサージするんですよ。ここ、気持ちいいの、これ。はい、こちらが実際の使用シーンなんですけど、まず電源を入れると小刻みにブルブルとします。で、自分の好きな洗顔料をつけて、ルナツを軽くね、優しく顔に当ててくるくるとしていきます。これ見た目からは想像できないぐらいブラシの部分がね、ほんと気持ちいいんですよ。で、毎分8000回のタッピングをしてくれて、こちらを使うことで普段の洗顔で落としきれない毛穴汚れとか角質とかメイク汚れをたった1分で落としてくれるっていうね、すごいんですよ。本当に朝晩1日2回使うだけで、もうなんて言うんだろう、もう肌が触ってツルツルしてるのが実感できます。もう本当にこんな変わるのってぐらい肌の感触も違くなります。使ってびっくりです。洗い流して、そこからはなんとね、こちら汚れを落とすだけじゃなくてエイジングケアもできるんです。本体の裏面を気になるね、目の周りのシワとかほうれい線部分が特に気になってきたので、念入りにエイジングケアを行うことができます。で、これでなだらかなお肌にしてくれるっていうね、これも本当すごいいいんですよね。で、これをやった後は毛穴の奥からこうクリアになる感じがして、でスキンケアの浸透力も高まります。お肌がくすみやすい人とか、お肌の汚れが溜まってるなって思う人も、このディープクレンジングを手軽にやりたい人っていうのはこれね、本当おすすめなんじゃないかなって思います。こちらは肌質タイプで端末に種類があって選べるようになってるんですよ。私は敏感肌用を使ってるんですけど、他にも、脂性肌、そして混合肌、普通肌っていうのがあるので、自分の肌質に合わせて選ぶこともできるし、こうブルブルっていう振動のレベルも12段階あるので、その日の肌のコンディションとかに合わせて使えるのもね、嬉しいし、保証もね2年ついてます。なので安心です。気になるのはこの衛生面だと思うんですけど、もう全部シリコンタイプなので、一般的なね、こう毛のブラシよりも最大約35倍衛生的らしいので、ブラシの買い替えとかも不要です。こちらね、気になる方ぜひ概要欄に貼っておくので見てください。そして2つ目がじゃん、こちら。これはよく私のルーティーンでも登場しているかなと思うんですけど、パナソニックのスチーマーナノケアでございます。このタンクに水を入れて、お肌にスチーマーをこう当てて、お肌にこう水分を与えたりとか、あとクレンジング前とかにも使えたりします。いろいろモードがあって、クリア肌、ハリ弾力、皮脂のケア、バリア肌、クイックオンレ、オンスチーム、クレンジングで、こうコースがね、いろいろ選べるようになってます。こ
これはね、毛穴が特に気になる時期があって、で、いろいろ調べた時にこれがいいっていうことだったので、それがきっかけでね、購入しました。総合満足度が 98% って書いてあって、これは信頼できると思って買ったのがパナソニックのスチーマーです。もうこれはね、迷わず買ってよかった、正解だって思ったものです。ふっくらするんですよ、毛穴が。なので気にならなくなってくるし、もうね、毛穴のこういう悩みがある視聴者さんからよくコメントとかいただいた時は、迷わずパナソニックのスチーマーナノケアを絶対おすすめしてます。ファンデーションのノリが何よりも全然違くなるので、イベントの前とかイベントの日の朝とかはもう欠かせない。これは買ってよかったと心の底から思います。はいそして3つ目、これもね、本当にあってよかった。じゃーん、こちら。これね、ちょっとサブちゃん見ていただいた方はこれが何か少しわかると思うんだけど、目元用のマッサージャー、目元用のマッサージャーです。ホノビアっていうとこのやつですね。これは目のとこに猫当てて、これをマッサージしてくれるっていうものなんだけど、まずね、私は普段からこうパソコンをいじったりとか、まあね、携帯よくいじるし、やっぱそれでね、目の疲れっていうのがすごいんですよ、眼精疲労。まず目が疲れるとどうなるかというと、目の周りがたるんだりとか、むくむ原因になる、まあ頭が痛くなる、そして肩こり、肩が痛くなる、もうね、目の疲れで全てこうだるい気分になっちゃうんですよ。もうそれ良くないなと思って、もう目をね、まあもちろん休ませてあげるってことは大事なんだけど、なかなか目をね、こう癒してあげることってできないじゃないですか。そこでなんかね、これね、私が買ったんじゃなくてじゅんたんが買ってくれたんだけど、これ本当に良くて、なんか、まあ、スイッチをここでポチッと入れると、ご使用ありがとうございます。この音声もなんか癒される。すでにちょっとあったかくなるんですよ、ここ。ジュ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 ってこうブルブルしたりとか、ピューって圧迫してくれる、わかりますか、膨らんで、あ、もうすごいあったかい。これが気持ちいいんですよ。ちょっとこれね、皆さんやってほしい。でそんな高くないしね。で、Bluetooth とかつなげて曲とかもね、聴けるんですよ、これで。これでまあ、YouTube 流しながらとかもできるし、もうとにかく眼精疲労を和らげたい人がいたら、これおすすめです。あと、これをやってから寝るとぐっすり寝れます。たるみの原因もね、それで防げるので、これで私は最近目を癒してます。ということで、今回は私のもう、ここ最近欠かせない美容家電3つ紹介しました。美容家電ってね、ちょっとお値段がするものが多いし、まあ、たくさん種類もあってね、迷うと思うんですよ。なので、参考になったら嬉しいなと思います。それではこの動画が良かったよと思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。